TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバー・ザ・さんパーソナリティのジェンスですはい TBS アナウンサー堀井美香ですカタンって言うなよいきなりおいプロおいプロおいお気に出るんじゃろうが <laughs> 今さ金物をカタンってねまあいいけどさっきまで食べた柿山ですよねいい,よいい音しました柿山の缶です私たちが今音をさせたの <laughs> すみません、はい、T. B. S. アナウンサー堀井美香です。ね、これいつ T. B. S. アナウンサーじゃなくなるの、うん。どうでしょう、気まぐれですね。まあ、そんなに、あの内部の人は聞いてないと思うので。あの、伸ばすもんなら、6月とか七月にちょろっと言っても。<laughs> ね、それ <laughs> っと言っても。<笑><笑><笑>経歴差し称ってやつじゃないの、ね。<laughs> でも、うん、ほら、T. B. S. アナウンサー。堀井美香の間、結構空いてたら、いいじゃないですか、別に。単語単語で喋ったっていう話が。<え> T. B. S. アナウンサー。 ひということで全然いいと思うんですよ、ね、どと言ってる <laughs> えー、毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました本当にお疲れさん、はい、お疲れ様です毎回およそ30分私ジェーン・スと TBS アナウンサー堀井美香さん語り合い <laughs>、えー、皆様から届いたメールを読み太陽の向こう側をオーバーと目指していくそんなトークプログラムとなっておりますというわけで 本人は会社の方がですねぶっ放されましてスポーツ新聞などもですね一気に出ましてありがとうございますありがとうございますじゃないの何なんだろうって分かんないです世間一般ではこたつ記事と言われるですねインターネットの情報とかブログとかそういうのをですね SNS とかを見てこう いろんな記事が書かれることがあるわけですけど今回本当に心温まる足先から心まで全部温まるこたつ記事が出ましてニカスポンサーが堀美香さんの退社に伴い私のツイッターコメントを引用して文章を作ってくださったんですどいい記事でしたあんな温まるこたつ記事だったらいつでもウェルカムです最高ですちょっと取り違えてるかもしれませんでしたけどいい記事でしたたオーーバザののアカウント方見ていいだた 2月25日でしたっけあれは、はい、に、はい、リリースされた公式テーマソングってあの <laughs>、まあ、公式テーマソングなんですけど <laughs> 公式テーマソングではあるんですけど、えー、多分聞いてらっしゃらないとは思うんですが「<laughs> はい、希望の寸スのリリースとともに発表されだったんです、ね、<laughs> っていう風に。<laughs> 中野くんが書いちゃったの。あ、はいはい、それをそのまま。そ,そうそうそう。あね、まあそういうもんじゃないだって、あれはもうオフィシャルだから。で、そうなって<え>、えー、私がですね、いいじゃない、あの、数える50のおばさんが、あの、大海原に、楽しいねみたいな、こう適当なコメントをして、ハッシュタグ、持って帰れよ、骨だけはっていうのをしたらですね、<あ>えっと、日韓スポーツの見出しがですね、最高です持って帰れよ、骨だけはが入っちゃったんですよ。そうです あの全部その前後が切られてて、はい、堀井美香の対社に対し、ジェーンスーが、最高です、ハッシュタグ、持って帰れよ、骨だけを。なんか、ちゃんとゴミ持って帰ってよ、みたいな。<laughs> <laughs> これさ、でも聞いててくれてる人だったら最高じゃない、はいね、もし、この聞記者の人が聞いてる人で、はい <laughs> それであれ書いてちゃん最後あれだけい,いいとこいいとこ抑えてますね<う>ちゃんとね返るよ骨だけは <laughs> <ょ>一番言いたかったとこですからそこは素晴らしいと思いますスガだなと思って日刊スポーツさん本当にありがとうございましたござい会員の,の記念にもなりましたそうですそうです我々が記事になった、はいはい、ね はい。ありがたいことだね。ね<え>。みんな、なんか喜んでたと思います。うん、あの部分がね、取り上げられてもらって。ねうん、どうですかあの周りの反応とかありましたか?。あ、なんかあのたくさん、やっぱり、何十年ぶりにとか、連絡くださった方もいますし。はい、社内の人も、やっぱご挨拶しそびれてた人から、あのメールをいただいたりとかして。はい。うん、とか、土日は一生懸命、お礼の返信をしておりました。はい。プラス、うん。 堀さん自体もですねこう新しいところに乗り出すっていうんで、うん、早速あなた海に行きましたねもう気に出るんかと思ってちょっとびっくりしたんですけどツイッター見てたらそうですねどこ行ったのあれあれはあのキャンプ場ですね海の,あの三浦海岸が<ー>あのキャンプ場になってて、うん、あのそうなんですずっとねひろしのキャンぼっちキャンプを見てるんですけれども、うんうん、ずっと 物を焼いてました一日中、はい。それと同じ。良かったですよ。いっぱいあされて、はい。そうです。そうですね、じゃあ、あ沖に出たんじゃなくて。えまず置っていうんですか、沖前。沖前で、沖前で、物を焼くっていう。置き、うん、<laughs> 室の前にですね。それイニシュエーションみたいなのあるわけ。<laughs> そうです。イニシエーションがある。沖での前に、まず儀式として、まずさあそこ焼くっていうですね。で,うん、でも、一日焼いて。あの、オーケストア生活踊りで、もね、有名なオーケストアっていう安いスーパーがあるじゃないですか。 もうあそこで何を買おうかって前の日からちょっとウキウキしましてね、うんうん、カツ丼とかピザとかいつもそれ焼かないべ <laughs> 浜辺で焼かないべいやピザ焼いたからピ,ピザ焼きましたなるほど、はい、もうすでに焼かれてるピザをもう一度温めるっていう 焼けば何でも美味しいんだもん。当たり前そんなの本当に。あっかいも全部美味しいんだランチパックとかも焼いちゃっても全然美味しいわけ。全部焼いて。で、あの、10本串が入って500円の焼き鳥があるんですけど、それを焼いて、ウインナー焼いて、椎茸焼いて、もうずっと焼いてたの私もう一生焼いて、焼いてりゃいいなと思って、一生。焼き焼きいろんなとこだから、ちょっと4月からやっぱ暇になるわけなんで、 いろんなその焚き火が許されてる場所でいろんなものを焼く人になろうと思って YouTube 始めれ焼く人っていうずっと焼く女になろうと思ってねいやでも素晴らしいなんかあのゆっくりしましただからししえ旦那と行ったの そうですね仲いいねだって23ぐらいで結婚してるでしょ同じ人と27年後に物やくるいやいやずっと車の中で「えー、カツ丼かなえカツ丼はやばいよねカツ丼やばくね?」っていう話をずっとして仲いいね本当に仲いいね <laughs> っていうかさよく飽きないよねえなんか別に飽きないんか友達友達みたいな感じですうん、うん、いい友達してもさはい 仲いいよ、ね。ずっと小焼いて、チューとかするのえ最近いつチューしたのうるせえよ。で <laughs>、ね、最近いつ旦那とチューしたの <laughs> これ。チューって言うなよ。関係性間違えると完全にセクハラと, <laughs> としてあの、訴えられるんですからね。チューって言わないでよ。年に、 ああった呼び方があるじゃないですか50近いのにおける中はて一番そういうところなの,のは彼氏だよね私みたいに結婚してないのさ、うん、50近くで彼氏ってお中2で惜しめだろって話じゃんもうだからすっごい恥ずかしくて <laughs> ねでも相方って言いう方も違うなと思ってさ 彼氏相方ね、うん、なんていうのだもう無理やりパートナーっていうしかないんだけど、うん、パートナーもちょっとなと思いながらもでもそれ以外いないから今もう一生懸命それでやってましたけど、まあ、今は全然そんな心配もいらな,ないんですけどね、うんうん、ただ私はやっていくよこれからもガンガンやっていくよ待って 全く、全く、打席から降れる気がない。そうだよ。今から、今からやったろうっていう人ですもんね。そうですよ、もう。そう骨だけ持って帰るぞ、私だって。私だってお気に入りでし、私だってもう骨だけ。骨抜きでしょ骨抜き。骨抜きじゃダメなの、ミッカさん。だから、相手の骨を抜いて、骨抜き相手を骨抜きにしてっていうね。骨持って帰ってきてっていうね。正しい。生々しいよ。チュー、チューは、チューはどうしたらいいんだよ、じゃあ。でも最近さ、私すごいことに気がついて。 で聞いて私の今フリーな状態だからできるトークってあるじゃん、えーはい、パートナーがいるとできないし喋、うん、りってあるじゃんすごい気が付いたんだけど、うん、なんか、はい、同世代の男って基本的に相性悪かったじゃんずっとなんかこう「お前なんとか」とか「先生男子が掃除しません」から始まってさ、うん、あんまりこう同世代の男と。 群衆としてはあんまこうイメージ良くなかったんだけど、最近さあ、はい、なんかこう。若い人からこうおじいちゃんまで、あなたはおじいちゃん好きだけど、バ、うん、ーってなった時に。うん、同世代の男が一番エロいなと思って。うん、同世代の男のエロさに気が付いたね、私は。なんで。わかんない、枯れてきてるからじゃない。年下とかじゃなくてね。年上でもなくてね。ええ、うんうん、今までは違ったんですか。今まではあんま考えてなかったです。 世世代代的にこの世代がとかっていうのはなかった、うんうんうん、まあ、ちょうどその頃合いの人たちがそうなってきたんじゃないの,50間近のがっていうか天遊のとも違うんなだってそんなさなんていうのみんなそうじゃんそんな30でも40でもそうだと思うけど、うん、やっぱりねだからアラフィフっていうのがなんかあんのかもね、うん、そうですね <laughs> 女の場合はそれが当てはまんないからつらいんだけど個体差がねありますけどどんな性別でもですけどそうなんかあ アラフ,ィフおじさんエロいなと思ってなんかまあだってんかモテ期で言うとやっぱり男性ってその辺りに頂点が来たりする人もいるじゃないですか,ううか、ねまあそこかもね4050ぐらいでね、うんうん、あのやってはいけないでおなじみ不倫おじさんとかもねそれぐらいの年の人いますもんね、うん、そうなんかやっぱ枯れてきて疲れてきて、うん、もっと枯れた方が好きじゃん,さんは,私はそさんすね、うん、だけどなんか 油臭い枯れ方をし始めてきた同世代は、うん、まだ燃えるなんか燃えかす,すま,だえまだ火つけたら燃えるなっていう私もう起死回生できないぐらいに好きな人のこと語ってると思えない <laughs> <laughs> 起死回生できないぐらいにもうなんか下手ってなってる人がいいですもんなるほどねうんでそれそれぞれのあれだと思うただまあ 50代アラフィフのおじさんがアラフィフのおばさんを相手にするかってまたちょっと難しい問題だったりするので、うん、そこは、うん、まああれなんですけどまあなんかちょっと同世代同世代男エロいなと思ってね最近ね思いましたねいやー、うん、ちょっと頑張ってもらわないとねあなたもねい<や>も行きます私お気に出ますよ<ー>お気に出てカジキの骨だけつけたって抜いてカジキを骨抜きにしてきてやる 肉も私が食べて <laughs> あの <laughs> 船が港に戻ってきた頃には <laughs> 私の腹が膨れてるや <laughs> <laughs> っていうそういうあのねやりますいいねまあどうなんですかね、まあ、なんかやっぱこう年齢によってねうん、うん、話してね 聞いて、まあ、解きやすい話とそうじゃない話ってもちろんあるので、うん、そんなものは本当はない、本質的にはないんですけど、うん、ただま、ムードとしてあることは否めないので、うん、あれですけど、まあそんなことは一切気にせずにですね、うん、この番組は好きかってやっていくという。そうですそうです。でございますから、まあ、うん、堀さんのところの中は棚上げということです。<laughs> 誰も聞きたくないし、旦那知らない中じゃないから聞きに行こうかな。 知らない仲じゃないっていやでもすごいもうなんか「いやー,ーさんいいな」って言ってるからなんか最近あれ聞いてんのかなこの人そうだよ聞いてんのかなって思ってさ今まで聞いてなかった全然聞いてなかった人ですよね森井の動向に興味がないってことで全くなかった自由にやれてたのにたそうこれウォッチされ始めたらやばいよねねあだからその「ハッシュタグ骨はなんとかがうん、うん」が。 ネット記事になったのも多分普通にねなんか上がってきたんじゃない携帯であそっかそれで分かっちゃったみたいですねでもさそもそも老人とみせめたの旦那でしょそうなんですよ旦那活だよこれですよ夫活ですよねねいやでも本当ありがとうございました皆さんにそうあのんかいろ片付いた時に箱根そば一人で食べてえあの立ち食いそば 美味しいなと思って箱根そば一人で、うん、あなた一人で食べたりとかしますてか毎日一人で食べてるいやいやそういうなんかそなんご飯いや普通に一人ですよあの食事どころで、うんうん、私も結構するんですけど普通に、うんうん、なんか一人いいなと思ってね、うん 最近一人で食べて美味だから箱根そばのメカブメカブそばを食べたんですけどとろっとロ大好きなんです私メカブそば箱根そばのね小田急ユーザーだからね小田急ユーザーだから小田急は根そばなんですじゃあ駅で食べたのね駅降りてホーム降りてコンコースみたいなところにあるんですけどメカブがボロッと。 ドロッとなってててっ温玉があって上に乗っかってて、うんうん、でちょっと贅沢する時はちくわ天とかをあげるわけであげて食べて私ねなんかね美味しくて泣いちゃったんですよね美味しくてね美味しくて泣く時ある <laughs> ね美味しくて泣く時美味しいと思ってあ私美味しいってついつい口に出してボロって泣きました それはめかぶそばとか自分の細胞がもうなんか喜んでるっていうじめかぶそばでねでもね箱根そばはねコロッケそばとかもあるからそうなんです4月から忙しいなと思って毎日コロッケそば食べてめかぶそば食べて豆腐一丁上がってるそばもあるからそれも食べないといけないし季節のメニューがあるわけそそそそううううね。 あなたありますかいやだから美味しいっつって涙することないでしょ私最近一番美味しかったのは取材の後に次の仕事までに時間があってお昼食べてなかったの、うん、で3時とか4時ぐらいで、まあ、飲食店のランチは終わっちゃってるわけよ、うん、だから困ったなと思って歩いてる時に、うん、五穀寺にさおにぎり屋さんがあるわけ、うん、おにぎり専門店有名なとこいや多分街に馴染んでる普通のお店だと思うはい、はい、混んでるとか並んでるとか一切ないから、うん、で あ、ここ空いてると思って入ってったわけ。うん、そしたらさ、もうさ、夢の国よ。うん。私のディズニーランドよ。うん、だって、米、米がね、そ<う>ご飯。三十30種類ぐらいの具を好きに選んでいいわけ。もうそれだけではさ、血湧き肉踊るじゃん。<laughs> で筋子明太子いくらみたいなのもあれば高菜じゃこねなんかエビマヨネーズとかちょっと変わったのもあって最近白い飯腹いっぱい食べてないのそうそれでさそれを2つ選んで唐揚げ定食っていうのがあったけおにぎり2つと唐揚げとちょっとした葉っぱサラダでまあいくらっていうのがあったわけこれ今まだ大丈夫ですかっていいですよ」って言って座ってで どうしようかな、うんまあ。こっから10分だよね、考えるのね。うんうん、お腹は空いてる、時間もない。だけど、2つしか食べれないじゃん。ああ、ダメなのそれは。そこに全部入れちゃダメなのそ,そこに全部入れてもダメだし、うん、私のお腹ももう年齢があるから、うんうん、なかなかね、答えられない。 というとこで甘いとかしょっぱいとかいろいろいろ考えて1個は筋子にしましたやっぱり贅沢させていただきました魚卵魚卵でいきたかったところからもう1個考えて考えて考えて王道鮭にしました親子です着せずして季節して親子巡り合わせ鮭と筋子ね。そしたら目の前でビニール手袋した人が大きなお釜から「 あのおご飯をボウルに入れてパスタパッサ混ぜながらお塩と混ぜてそれでグーっッと入れて目の前で握ってくれる、はい、で唐揚げがジュ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 ,ジュ,ジュって上がる音がしてさね、はい、パンパンパンともうサクサクハフハフの唐揚げと握って少し緩いのギュウギュウじゃないのと、うんうん、ろってくるから揚げので巻いたのがさ目の前に出てきてハムってやった時の美味しい <laughs> 美味しい私、ね、生きてるアイムアライブ本当そうだよねわかるよねわかるよ私もんか箱根そばでもうこのアクリル板で両方塞がれてんのよもう本当自分の空間なんてさ本当肩幅ぐらいのせますよそうよ、うん、それでさずもう壁しか見てないし占拠してるみたいよね<う>毎日ね見かけてる時ね、うん 隣におおじさささんんんとばいるんだけどさ、うん、もう全然誰が座ってるか分かんないもう自分だけのその小さい空間よ、うん、宇宙よそうそこで食べて泣けるんだよ私すごいなと思って私の感受性すごいなと思って <laughs> 突然の自分上げそっからの私の感受性すごいな美味しくて泣いちゃったんだもんあったかいと思ってあったかいそば <laughs> ってあったかいあったかいそばってあったかいそば かいででしょおにぎりもそうほろほろほろって口の中で白いご飯がさほぐれてさ中からさ筋子の汁みたいのがブチュッて入ってくるわけこれがまた筆舌に尽くしがたいから地味深い味なわけよ友達と行ってもいいあなたと行ってもいいそれさえ楽しみになるとやっぱ一人でもうなんかね小宇宙を自分の中で作ってうことでパクッ 海苔を食べておいしいでちょっと汁物頼んで味噌汁飲んではぁおいしいこれですよはぁおいしいのために生きてる私たちはだからやっぱりちゃんとした人たちと行くとはぁおいしいですねなんつってこれ何ですかなんていうねまあいろいろ入ったりするわけじゃないですか一切もだって 気持ちのままに食べるんだよ。はあ、美味しい。<う>食べ物と向き合ってるからね、これ<う>ね。だって、私なんかのお蕎麦のさ、下の方にさ、揚げ玉がちょろちょろって、お蕎麦とさ、ぐちゃぐちゃ,ぐちゃになってるとか。全部食べちゃう。全部飲んじゃって。まさに。<laughs> いきなり人間っていうでかい食を使うけどさ、人間の幸せなんてさ、そんなにかく、<laughs> 別にドバイとか行かなくていい,いドバイ行きたい、行きたい、ドバイは行きたいし、たいドバイで S って受けて視界の塩で体まっさジされたいけど、でも、それと同じぐらい、おにぎりやそばを食べた時の、<laughs> おいしい。おいしい 美味しい美味、ね、しいね、うん、なんかほら最高ですまあこういう仕事してるとね派手な生活してるんじゃないかとかいい思いしてんじゃないかと思ってまあいい思いしてますよでもね派手な生活はマジでしてない本当にしてないあの私は家の近所に、うん。 石24時間があって本当に助かってる、うんうん、でどうせ成城石でお金もできればお金持ってる違うよ、うん、う割引されてるもの変わり決まってるんじゃないか <laughs> 本当に私も8時になると50パーの値札が貼られるから小田急スーパー、うんうん、でもね待ってるんじゃない私たちね8時過ぎないとスーパーに行けないん,よなんですねちょうどいいその時間に行くとちょうどあの50パーでも売れ残ってるものがちょっとあって、うんうんうん それを買っていったりとか、うん、その時の幸せっていうのはね本当にねそうです、ね、まあでもなんか思うよなんか自分がこういう年になっていろいろやってみてもちろん美味しいものとか素敵な経験とかいっぱいあるけど、うん、でもすごい生活してる人とかでもやっぱり子供の頃普通の生活してたタイプの人は、うん、ああ美味しいの、うん、一人飯はあるよねあると思う、うん,みんな。ああ美味しい 等身大の自分に戻る瞬間そもそも等身大って何だで本当私もだからそば食べようと思ってあこれメニュー見ててさどれ買おうか券売機のところでどれ買おうと思って結局メカブそばにしちゃうからいつもねそうちょっとやっぱり4月になってフリーになったからいろんなものにチャレンジしていこうと思って次はやっぱりコロッケそばだったりいろんなものを食べようと思ってるね でまたメカブを押すんだよ絶対そこまでわかるそこでメカブを押すあなたまでもう考えて考えて考えてメカブっただメカブに何を乗せるかそれはあなたの自由に天ぷらえび1本そう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 いわゆる天ぷらはメカブだからあの普通天ぷらはメカブだから全然いいのかんない天ぷらあっ天ぷらあっ天ぷらとね天ぷらはメカブじゃなくて テンプレだからそこに何をで,ううですデフォルトって言いたかったんだろうね多分ね<う>今ねテンプレートっていうのはそうじゃないからねみ香 <laughs> ちゃんはねあのたまに英語を使うとね違うところがっちゃうねだけで,、まあ、でもパワー久々にどうぞお願いしますパワーでしょもっとちゃんと言ってよパワー,パワーあそうですねそんな、えー、堀井さんにメールたくさん頂い,いておりますありがとうございます、はい スーサミカさん、おはこんばんちは32歳、2歳の息子を持つおばさんネーム、学丸と申します。前回の希望のスンス会での堀井さんの退社発表、とても明るい未来と力強さを感じました。たくさん悩んで選択したことなんだろうな、いろんなことあったんだろうなと勝手に思いを巡らせてじーンとし、ミカさんの新しいスタートにご助会の皆さんと立ち会えた感覚で胸が熱くなりました。 息子の寝かしつけをしながらいつも片耳にイヤフォンをして金曜の夜に聞くのが定番なのですがお二人が希望の寸層を歌い始めたところで涙腺が崩壊してしまい涙でボロボロ鼻水ずるずるでしたいつもゲラゲラ笑わせてくれるオーバーザさんで不覚にも泣かされるとはでもこれも良い思い出かなと思います 私自身息子を育てながら働きもどかしさややるせなさを感じることもありますが自分が楽しいやってみようという気持ちを常に持ち続けることを意識しています今はしんどくてもきっと乗り越えた先に明るい未来があるなぁと地元から離れ働きながらお二人のお子さんを育て上げた美香さんもきっとたくさん乗り越えてきたのだろうなと重ねて考えてしまいました ご紹介の、皆さんのお話を、糧に、今日も明るく元気に過ごしたいと思います。うん、だんだん暖かくなって、花も咲き始める春が来て、ワクワクしてきています。皆さん、どうかご自愛ください。うん、ありがとうございます。えっと、もう二枚読みたいのがあるんですよ。三日、はい、さん宛。おばさんネームベティさん。八歳と六歳の姉妹をされている、四十三歳、ワーキングマザーです。金曜日は仕事帰りの車中で、お二人のトークに声を出して笑うのが、大切な時間になってます。ありがとうございます。 大バザさんを聞きながら欲しい欲しいと思い続けてきたポップインアラジン。はい。この度ついに購入しました。すごい。購入を迷っている方にこの楽しさをお伝えしたい。うん、大きな画面で見る映像もさることながら、私が感動しているのは音。大迫力の音です。うん、私の推しは人気声優。大人になってからアニメなんてほとんど見なかったのに、この数年はテレビや配信で彼を追いかける日々。推しの声が自宅の天井から降り注ぐ日が来ようと。うんうん、家族が寝静まってから一人歩みまくる推し声シャワーは最高です。 普通のスピーカーともイヤホンとも違うまさに声を浴びる心地よさがありますコンプレックス広告を停止されていることなどもお聞きでき購入を決めることができたのはおばさんのおかげですありがとうございました最後になりましたが美香さんの新しい門出に幸多かれと心よりお祈りしていますお二人スタッフの皆様ご助会の皆様どうぞご自愛くださいませ、うん、ありがとうございます,いいますそっか空から推しの声が降ってくる、ねうん、そうそうそうポッ、ね、プンヤーラジン。えーユウさん 大橋さんいつも楽しく静かに拝聴させていただいてます今回は感情が高ぶりにメールしました、はいうん、希望のソンスとっても素敵です伴奏が始まった途端に涙が出てびっくり、うん、自分でもなぜなのかは分かりませんが堀井さんのかっこいいお気に入り宣言とスさんの「 素敵な激励もあり、普段抑えている何かしらの感情が出てきたのでしょうか。私もそろそろ自分の必要なものを選び、選択する時が来たのでしょうか。ちょっと何が言いたいか分からずすいません。とにもかくにも大好きなポッドキャスト番組、これからも楽しく拝聴させていただきます。そしてら美香さん、スタッフの皆様、そしてご十会の皆様、どうか健やかで楽しく過ごせますように。うん、ということでありがとうございます。うますそう、ね、武蔵野の、そうですけど、そうそうあの、にいい詩だったっていうて私たちのさ、私たちのさ、あのさ、武蔵 もう忘れちゃったけどあれがさ恐る恐る歌ってるからずれてんだよね全然合ってないでね「武蔵野の」「なんだっっけ歌ての誉れは高く」た。そこってしゃべりながら歌ったんで本当にに音痴でしたねうっすら音痴だったねおばさんたち声カッサカサだらね超おばさん声だったね まずかったね普通の武蔵野のほまれも高くそれが下え嘘、うん、じゃあ上は武蔵野のほまれこれだから下だってえじゃあこれが上でしょ武蔵野のほまれは高くこれ上だよ下だっじゃあ上は武蔵野のほまれは高くこれが下だって <laughs> 上はどれだって <laughs> あれ上は じゃん、じゃん、かん、じゃん、ちゃか、じゃん、じゃん、じゃん、じゃーん。じゃん、じゃ,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 ゃん、ゃん、じゃーん。ムサシノの。<laughs> あれ、なんでし仕方するのムサシノの,の違。違う、違う違う違うムサシノの。ほまれば高い。あ、下だっつのそれ下だっつうの。<laughs> <laughs> あれちょっとあれここにさ、上にさ。ムサシノの。 ほまれは。だから同じだってちょっと待って、ここにさ、今私さ、聞けるようになってる。あれむさし。違う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 。が違うだけじゃん。違う違う。ちょっと待って、ちょっと待って。えっと。あれなんだっけむさしののでいいんだよ。むさしののが下だよ。むさしののが上だよ。むさしののが下だよ。ほら、いいんだよ。ほら。せせらぎに、ね、もう。 む武蔵野 <laughs> さしののだからむさしののでしょ違う違う私ちも思ってた今無意識で思ってたねちょっと今やばいやばいもう一回聞こう

私たち今すっごい無意識にハモってたよねこれ下なんじゃないなかこれが下なんじゃない心を預けてこれが上でしょでしょだからそれ下だよえじゃあ上は 私たちがもうダメってことだけはっきり分かったうんいやでもなんかねあのね本当にあの時思いつきでこう書いた詩だった割には本当にこに心に染みましたよかったうん、っ天狗になるんじゃないよ、ね、すごい天才がいてさ「はい、ハッシュタグツイッター」見てたらさ「はい、あのそうそう」とか言ってたじゃんあれね、はい、あそこだけ縦読みしたらね「そそるよ」ってなってなんだって <laughs> そそるような私たちそそるのよ隠れてたんですね隠れてたんですよやばいななんかあのはい天気でいただいてますそう天気のメールもたくさんいただいておりますのでじゃあ読んでいきましょうそうですねすいさん美香さんはじめましてはじめまして私はおばさん真っただ中のたらこおにぎりと申しますあらおにぎりいいね私の天気はネパール旅行です35歳でインド留学を終え帰りうん えー、帰り道ネパール旅行に行きました、うん、本当はスリランカへ行きたかったんですが飛行機がうまく取れず第2候補のネパールへ行くことに、はい、そこでネパールの仏画と出会いました仏,仏画の絵、うん、はい日本の仏画とまた違う美しさに魅了され先生を見つけて描いてみるとその奥深さに魅了されこれを深めていきたいと学校を見つけ入学しましたえー、すごい 学校の休暇中に日本に戻ってはホテルの中居さんや農家の手伝いをしながら学費と生活費を貯めて戻る生活を5年しました途中2020年にコロナが始まり2年間学びが中断しましたが来月2年ぶりに戻ることになりましたこの2年間はありがたいことにオンラインで仏画を教えることで生計も成り立ちました もしあの時スリランカ行きのチケットがすんなり取れていたら私は今どうなっていたのかなと思いますミカさん新しい方でおめでとうございますホールを先に予約してしまう大胆さが大好きです 異文化に関わる人間としてお二人の言葉話し続けましょうを胸にまたネパールに行ってきます、うん、まだしばらく寒い日が続きますが体にお気をつけてご自愛くださいませたらこおにぎりさんですありがとうございますすごいガッツだね,、うん、ねインドでまず最初にネパールの旅行に行った、うん、<点>インド留学に行って水ランカ行こうと思ってネパール行ってそうそうそうあとつがに出会ってすごい<う>てかそこで思い切って行けるのがすごいよね 物が素敵だわで帰ってくるんじゃなくて、うん、ちゃんとチャンスをねそこに自分を没入させることができるのが本当に才能だと思う、うんうん、すごいこの人もすごいのえー、っとスーさんミカさんこんにちは毎週楽しみ聞いていますおばさんネーム水玉マトリーショが57歳です、はい、私の天気34歳の時でした高校卒業後に就職した会社に結婚出産育休後も勤めて気がつけば16年が過ぎていました、うん 高校卒業後は絵を描くこと子供が好きで岩崎千尋さんのような動画動児童用の画家、ねうんうん、になりたいと美大進学を希望しました、うん、が両親から絵では食べていけない美大には行かせられないと反対されてしまい目標を失った私は親戚のおじが役員を務める会社に半ば強制的に就職させられました、うん、初めは本当に嫌でしたが会社の人や同期に恵まれてそこそこ楽しく働いていました 絵は会社でも書いていてカタログやお知らせの文章に頼まれてカットを書いては満足していました子供が生まれてからは保育園からも頼まれてちょっとしたカットを書いていました、うん、34歳の時に本社の移転が決まりました移転先は自宅から遠くなり保育園の時間に合わない結局のところ、うん、通える人は残り通えない人は退職というリストラですね、うん、私は通えないので退職を選びましたさて辞めたらどうしよう 近所でパートできるところを探すというのが一般的な考え方かと思いますが私は自分の進路本当にやりたかったことを選べなかったので34歳にして何がやりたいか自分が好きなのは何なのかを今一度考えてみました、うん、答えはイラストレーターになりたいでした、うんうん、が今から美大や専門学校に行くのか 悩んでいたところに偶然に退職後に知り合った人がイラストレーターで私のイラストを見て直接出版社に売り込んでみたらとアドバイスしてくれました作品ファイルの作り方やどうやって連絡するのかなども教えてもらい勇気を出して人生初の売り込みというものに挑戦しました、うん、自分のイラストのテイストに合う媒体を選びイラストを送ったり会ってくれるところには出かけ30社くらいやったでしょうか 3、4ヶ月くらい経った頃、小さな小さなカットのお仕事をいただきました。うん、もう嬉しくて嬉しくて。うん、一人部屋でガッツポーズをしたことを覚えています。いいそれからもありがたいことにたくさんお仕事をいただき、34歳にして私はイラストレーターになりました。その後、イラストから手芸の方にシフトして、手芸雑誌に作品を掲載していただいたり、作り方のイラストを書いたり、数年後には念願の 著者本も出しました、えー、今は保育雑誌の仕事と手芸教室を主催しています、うん、美大には行けませんでしたがイラストレータ,レー,ターになり今は手芸作家です、うん、少し回り道しましたが社会人としての経験を積んだ上で夢が叶ったことは今となって思えば良かったと思います骨は持って帰りました、うん、長々とすいませんこのメールがお二人に読んでいただけると思うだけで嬉しいです 私たちのことですよねどんなふうに咲こうとも枯れようとも全て受け止めてそのままでいいんだよと言ってくれているようですそれぞれ人それぞれありますねでは歌います大江千里で10人と色そう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 すうそ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 うごうそうそすそう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 であうそうそうでうそ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 そうそうそ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 うそ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 う あの彼女がそこにいる理由ってさ女性がせでうまく人生がいってる人たちがどうしてそこにずっと居続けられてるのかっていうのをインタビューする、ね、やってんじゃんやってんのうん、うん、で十人ちょっと聞いたけどやっぱりねうっすら共通点が見えてきたね、うん、やっぱその負けへんではもう間違いなくそうだし、うん、へこたれずに続けるとか、うん、何度失敗しても戻っていくとかその辺はみんな共通してあるね、うん、で結構本当にちょっと これ普通ここで諦めちゃうかもっていうようなヘビーなことが起こってんだけどそれがなんかこうバネになって最終的にそこから伸びてきてるんだけどさっきのそのネパールの人もそうだしこの人もそうだし一回ゴツンとやられてとかそ行きたいところに行けないとかさ自分の希望の進学ができなかったとかっていうとこからああ諦めないで340社回ってさすごいねみんながみんなできることじゃないから私はそんなことできないなんて思う必要ないけどなるほどねって感じするわ。 えー、こちらは食べ頃みかんさんですすいさん美香さんいつも楽しく拝聴しておりますありがとうございます、えー、27歳の若輩者ですがメールをお送りさせていただく次第です、はい、ちょうど配信前日の木曜日が会社の職種転換試験の最終面接でした、うん、5年前に事務職として東京の商社に入社した自分ですが上司に押され迷いがありながら総合職に転換する試験を受験していました 幼少期から昔ながらの気立ての良い女子であることを美徳として生きてきた中で、うん、まだまだ男性社会で海外転勤のある総合職への転換は一歩おきに出る選択だなと思っています、うん、ただ試験前日のお昼頃までは合格したくない今の事務職のままでほどほどに暮らしていたいという気持ち生き方の比重がぐっと仕事により社会中心になることの不安で溢れていました、うん、そろそろ結婚して家庭も持ちたいし、うん、地元の愛知県に帰って少しずつ年老いていて 来たた両親と暮らしたいしいそんな樽を知るような生活こそ女の幸せなのではないかという思いが押し寄せ試験は受かっても落ちてもどっちでもいいやと自暴自棄な投げやりの気持ちを同期にも愚痴っていたりしました、うん、一方試験の当日の朝になるとなぜか胸の鼓動が止まらず面接が終わってから自分のパフォーマンスのもう反省会が脳内で自動再生 夜になって落ち着いてきた頃ああ私本当は合格して新しい世界にチャレンジしたかったんだなと不安に飲まれ今の生活にとどまることを選ぼうとしていた自分に気がつきました配信でスーさんが人間は不安でなく不幸を選んでしまうとおっしゃっていましたが私も今の安い給料で範囲外の仕事まで押し付けられる便利屋の立場の不幸にとどまることを選ぼうとしていたんです 変わることが怖くて今の不幸を不自然に好意的に捉えてしまいとどまってしまうこと本当にあるあるだと思います自分の表面の意識だけではどうしても不幸を選ぼうとしてしまうけれど天気に乗れるタイミングで体がお知らせしてくれたような気もしています長々と恐縮ですがお気に出た皆さんに今後の幸がありますようにこれからもどうぞお体ご自愛ください歌いたい曲は中島みゆきさんの 時代です「巡めぐるよねめぐるよね、うん、なんかさ、うん、私がもうずっと尊敬しててずっと応援してる青木真也さんっていう格闘家の選手がいるじゃないですかでこの間「アシディナ」のコラム上げているんだけど、うん、それにとなんか僕、まあ、青木さんとその辺の話してて「サクちゃん」っていうその文章を書いてる あの分泌家の子とを桜林直子さんっていうことを青木さんと私3人で結構その話で熱く盛り上がったことがあったんだけどでも青木さんがなんかそれ書いててあ,あなるほどなと思ったんだけどあの人ノートをやってるんだけどノートを書いてるんだけど自分が幸せになることを自分で許してない状況っていうのはよくないよっていうのをさくちゃんが書いてたのを受けて青木さんがそれ書いてたんだけど。さんも,もう今 私が見始めたの10年ぐらい前ですけど、はい、その時代の人で現役でまだあれだけやってる人ってもういないんですよ、うん、でもずっとトップを走っているしで自分の好きなように生きてて、えー、自分が幸せになるってことに対してものすごく敏感な人なんですけど、うん、でも昔は自分にがじ幸せになることに対して許してなかったんだってなんか静岡で柔道やってたんだけど、まあ、静岡のね一高校生が柔道大会で。 「全国8位以内に入れたらそれだけで十分でしょ」っつって,言って自分が1位になることっていうのを自分に許してなかったただ欲望としてはそれはあったのに、うん、自分でそれを自分に許してなかったって書いてて、うん、あこんな人でもそういう時期ってあるんだと思ってなるほどなと思ったわけよだでも27でそれ気づけたのすごいよね、うんうん、私こんなん40過ぎないから気づけなかったと思う自分は本当はやりたいのに気づく、うん いけなかったっっったたててていいううかか自分に許しなこら美香ちゃんのさお気に出るとかもそうじゃんある種自分にそれを許可したわけでしょ、うん、お気に出ること、うん、自分で自分に許可するのってめっちゃ大事だよね、うん、なんかね、うん、この方はですね、えー、ラジオネームでんがな漫画だって若い子通じない「いつも仕事の移動中に大庭さんを車で聴きながら楽しく日々生きております」って先週のラジオ聴いてまして「私の天気」というので送ります。 え私事ですが、先日アメリカで結婚しました。はい。ヴィンテージの買い付けの仕事をしているので、何度かカルフォルニアに来ていたんですが、いつかはこの国に住みたいなと思いながら仕事で行き来していまして、アメリカに住むなんて夢のまた夢だなとぼんやりと、でももしかしたらと思う私でしたが、買い付けの流れで、あのパワースポットでおなじみのアメリカ・アリゾナ州にあるセドナの地、初めて訪れた時、なぜかわからないのですが、私は必ずこの地で何かを見つける、そして見つけてもらうと、 見えない、漠然とした。でも妙な確信を持ったことを今でも不思議と思い出します。それから仕事でアメリカに来る際に、必ず寄ってきたセドナーなのですが、毎度一人で訪れていて、周りの友達に、そんなに一人で行って楽しいのと言われるばかりでしたが、そこはこまいなく、私は絶対何かを見つけたり、見つけてもらうんだ。 ゴーイングマイウェイを突き通して3年。全世界がコロナ禍、真っ只中の2020年。それでも私の仕事はアメリカに行かないと回らない仕事ですので、世間の冷ややかな目を感じながらもアメリカへ行き、時間を見つけて、セドナもより、いつものような仕事任務を果たしていたところへ今の旦那と出会いました。それも、満月の日に、セドナの岩の上で、彼に一目ぼえでされて出会いました。<laughs> そんなことあるおい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 満 月の日にちゃんと生きてる、その人、セドナの岩の上で、一目ぼれされるの、妖精じゃないの、海から来た。こんな素敵な出会いやシチュエーションって、漫画でしか見たことねえよと思っていたんですが、えー、それは現実で、セドナはミラクルが起こるんだなと、うん、またセドナのパワーってあるんだなと思うばかりです。 そこから仕事で行き来をしながら遠距離恋愛を1年ちょっと続けてプロポーズをしていただき先日は結婚でしたそう私はあの地で見つけてもらえたのですそんな奇跡のような話あると友達に言われてたり今でも言われ続けてるんですが人生の天気って急にやってくんだなぁと思わされていますそして待っているだけではだめ自分で動くというのも天気が訪れたポイントなのかもしれません 今はアメリカのカルフォルニアで主婦と仕事の両立中ですが、夢って願えば叶うんだなぁと思うし、私は幸せだなぁと感じる毎日です。まだまだ英語に不慣れで壁にぶち当たり、日本での言葉が通じる便利な暮らしとは違いがあって落ち込むこともありますが、負けへんでの精神で乗り切っています。そんなに 夢の地、アメリカで歌い上げたい曲。それはガンズローズのパラダイシティです。早口で英語なので、サビ以外はお経のようになってしまいます。そう。ちょ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 、ボイちょ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 ルょちょってとかね季節の変わり目プラス花粉が回う季節になりますので、スーさん、ミカさん、リスナーの皆々様、お体にはくれぐれもお気をつけて過ごしてください。しっかりご自愛くださいませ。すごい。 みんなにそこはお構いなくって言って、一人で行ってセダラ楽しいのって言われたのに、そこはお構いなくって言って、行き続けて3年目。はい、そして岩から。岩の上に,の上にいた。岩の上にいるもんだね。そう,そうちょ岩の上にいたら、彼に一目惚れされあでもて、違岩の上に立つに、立つだから座るだかもしれないけど、岩の上にいる人間に一目惚れする人っているんだね。うん、うん。一目惚れだよ。よくでもそ、その時間に岩の上にいたね。そうだね。それもすごいですね。うん、しかも、 それに乗ったのがすごい。すごい。私、セドナで岩の上にいる時にプロポーズされたら多分、<laughs> <これ S 1> いやもう本当そこは結構です。お構いなくってって帰ってきちゃうもん、絶対。<laughs> そんなことがあるはずありません。そうそうそ。あなたは何の詐欺ですかもうここで行っていただいて結構、<laughs> みたいな。いや、たここに乗っ、乗 <laughs> っかれるのじゃない、ね、素晴らしい。そうだね。ね。うん。乗っ、 幻想で見えるものをしっかりこう現実にしていくっていうね <laughs> そう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  <laughs> ですねホントよすずさん美香さんおばんちは<の>初めてメールを送らせていただきますーーおばさんネーム小指の魚の目と申します、はい えー、今回のメールテーマ「私の天気」ということでズバリタイトルは「32歳金銭トラブルで恋人と別れる」です丸2年お付き合いした方と最近お別れしました理由は貸したお金が返ってこないことからの彼への不信感からのお別れです、うんかっこ 1>, 1ヶ月分のお給料くらいそもそも私は人に嫌われるのが怖く、うん、お願いされたら大体のことは引き受けてしまいます、うん、今となってはそれがきっとダメなんだと思うんですが当時は彼が困っているから助けてあげたいという一心でお金を貸してしまいました、うん、ただそれが悪夢の始まりでしただんだん彼からお金の相談が増え気づけば1ヶ月分のお給料分にまで膨れ上がってしまいました 今年に入り、将来のことについて切り出した時も、俺じゃなくてもいい人がいると思う。お前を幸せにする自信がなくなったと、彼からの一言、はあ、何言ってのあんたと私は一気に冷め、そこからお互い言いたいことを言い合い。 2月の末にお別れしてきましたお疲れさまでしたそうなんとなく2年付き合ったらどうせ結婚かなと淡い未来を想像していたんですがよかったねなんか結婚しなくてね、うん、そのまま、うん、一気に夢が覚めまたここから自己紹介してデート重ねて告白してとあのレールに乗らないといけないのかと今重い腰を持ち上げようと頑張っています今の天気としてこれから新しい出会いがありますようにと思って必死にヒやすンスを育てておりますあ<る>ま 精神で新たなステージで輝けるよう自分を幸せな場所へ流していけるように今歌いたい歌はオーヤンフィーフィーのラブイズオーバーですどうぞ張り切ってまいりましょうラブイズオーバーあ,あ歌ってよなんだっけ悲しいけれど終わりにしようでも,でもねあの五十になってもほらこの人もチュー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 言ってたから大丈夫 中中トレイン、あ <laughs> れーしょ。中中タガオカイだね。中中トレインって言ってだから。大丈夫だよ。中もあの嫌な言葉、中中も,も嫌な言葉なんですけど、私たち最近ね、あの敏感になってる言葉がペイペイ。<laughs> もうやめて、その話はやめて。<laughs> ペイペイっていうことね、今も <laughs> もう今取りつかれてんの。ペイペイ。 ペイペイ経済圏にいるから、ペイペイってよく。あのね、堀井さんがペイペイしだしたんですよ。<laughs> 堀井さんがちょっと二人でね、いろいろこうタクシーで回る、あの、機会がありましたね。とか、なんか、あの飲食店で二人行ったりとかね。そうなんだけど、堀井さんね、全部ペイペイで払いたがるのよ。ペイペイで。もうね、もうなんかね。<laughs> 私ここペイペイで払っとくから、もうなんかもなんかもね、ずっとペイ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 。ペイペイ言うなよお前そうでしかも堀井さんのペイペイね、毎回なんかね、救済みたいにクじと勝手に引かれるの今、ず、ね、れですとか、ね、言われる残念残念残念,残念なのは知ってるんだよ。で私のペイペイは得が高いから、そんなね、くじとか引かないの。私の、私の方がね、あのね、得が高いペイペイだからね、チ,ュチュン、ピンポン、ピンポンだけなら、ね、終わるんだけど、ホ堀井さんの、ね、いつもね、払ってあるんでじゃ、残念です じゃ,じゃれ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 ボン残念 <laughs> でもう <laughs> そのためにチシッて言わて勝手に残念とか言わないでくれる頼んでないのにくじ引かされて <laughs> 残念 一日に五回ぐらい残念って言われるから、私。しかもさ、あの、じゃ、ちょっとここ、ご飯、あの、じゃ、ペイペイ払います、ペイペイ使いますかとか。で、ペイペイで払って。ね、じゃ、さ、さっきの払った分、ペイペイで送金してもらって、もう。もらって、この分もペイペイで、ペイペイ、もう、うるさいよ、もう。ペイペイ、ペイペイ、うるさいよ。私は D 払いなんだよ。ペイペイ王将だから。ペイペイ王将、ペイペイ王将、待ちうるさい。私は D 払いなわけ。 メメインは私もどこか D 払いはしますよしますけれどもでもザクジが聞きたいんでしょ PayPay はうるさいは私はそんな使ってないんですけどめっちゃペイペイしてんじゃんいつもでも PayPay ってやったでしょそう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 音消してでもねあれペイペイうそうそうかうそういうそうそうそいでうそ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 かそう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  は30%オフとかの時が還元したりとかいう時があったのでそうなんですよちょっと使ったりとかもしてますけどねだから私たちの今の嫌な言葉はチューチューとペイペイそうそうチューペイチューペイですもうね本当トに堀さんがタクシー乗ってじゃあ私ここペイペイで払ってから QR コードバシンでてペイペイ!」って言われて「あずれ!」ってみたいなそこまでが一連の流れでんかどっか入ったら「じゃあここペイペイで払っておからペイペイって」 外れみたいなそれで私が「これちょっとさっきの半分ペペで払い戻してどペペイ」送金「ペペペペイ」「ごめんなさいも!」もパーにすっごいあれやっていくと怖くなってくよね <laughs> そうねだって何にもそこに実存がないんだもんそうだからあのほらおばさんたちがさあの割り勘して揉めることもなくなったもんねうん、うん、もうないないでもペーペー送金すりゃいいんだそうペーペーうんまあそういうことでペーペー ちょっとメールに戻ります私の天気さら美香さんを初めましてこんにちは1年ちょっと前に友人からおばあさんをおすめされ、はい、以来どっぷりのご助官員うりと申します46歳のおばさんですエピソード74での美香さんの新たな門出の報告びっくりしました同時にいいぞいいぞと応援したい気持ちになりましたありがとうございます、えー、初めてメールします私も昨年末に転職しましたうん、うん、それまでパートをして長年勤められていた職場は多忙ではありましたが人間関係のストレスがなくと とても居心地の良いところでした去年子供2人が高校と大学に進学した頃から私も一個の人間として間口を広げられる余地がもうちょっとあるのではないかととんかつの衣をせっせとつけながら過去当時のバイト先はとんかつ屋さんでしたぼんやり考え始めていましたそんな時です転職の話が急に降ってきたのはその転職先は私が前から身につけたいと思っていたスキルが間違いなく必要となる業務を含む職場まさに陣痛電通を恐るべし、うん 慣れ親しんだパートの仕事を辞めるのはもったいない。ましてスタッフの人数ギリギリで回しているので、うん、私が辞めたら残された人たちに迷惑がかかってしまう。辞められるわけがない。最初は反射的にそう思ったのですが、真、ま、ん中に化していた毎日にはんじて過ごしていた自覚があったことも、はっと蘇り。もしかしたらここが自分の人生の分岐点なのかもしれないと思い直し、私はついに沖に出る決意をしました。うんうん とはいえ、四十半ば過ぎての初めての職場はそう簡単にはいかず、失敗ばかりで怒られながら緊張しながら、とにかく早く業務を覚えようと必死です。真面目に頑張っていれば報われると信じて、ない頭をフル回転して取り組むものの、うまくいかないことも多く、結構落ち込んでいる時に美香さんの退社のお話聞きました。その際スーさんが友達の言葉としておっしゃっていた、どうしても人って不安より不幸を選んじゃうんだよね。かっこエピソード74の4分30秒あたり、との言葉。ちょうど私は今、アドラー心理学の本。 嫌われる勇気読、ね、んでいるんですがまさにスーさんのことを裏付けるようにそのこと書いてありました、うん、変わることで生まれる不安と変わらないことで付きまとう不満人はいろいろと不満はあったとしてもこのままの私でいることの方が楽であり安心なのですそのことに若いうちに気づける人ってそう多くはないんじゃないかなと思いますだから40代以降の何かのタイミングで新しいことにチャレンジしようと思い立つのはもしかしたら自然なことと言えるのかもなんて思ったりもしました。 お気に入るという意味は人それぞれでしょうが、慎重派の自分があえて未知の不安の方を選んだことをもしえじゃんとちょっぴり誇りに思うことにします。うん、そうだよ。もし枯れることがあってもそれもまた一つの事実。うんうん、取り留めもなく、長々と綴ってしまい失礼いたしました。うん、曲は、堀さんお願いします。うん、東京事変の群青日和でお願いします。さあ、堀井美香の中の群青日和出してもらいましょう。<ー>骨を引きずり出してもらいましょう。堀井美香の群青日和、どうぞ 群青が空に舞い群青が東京地変さん訴えていただいて結構ですよ「東京地変の群青ぴよでしょ <laughs> <laughs> どうしてくれんのこれでもんだりんごが好きなことはみんな分かってるから大丈夫だよね 椎名リンゴさん素晴らしい人ですよ何の曲が好き椎名リンゴだからごめんなさい私有山る富が好き有山る富は推しの歌なのあ、あ、推しのことを歌ってるの椎名リンゴさんが私の推しについて歌ってくれてるんですよそうなんですかそんなヒント与えていいんですそれごめん私の妄想だからあのヒントでもなんでもないただの妄想あの今私の動向が完全に 顔開きしてたでしょ。ううん、うん、妄想です、ね。うん、ね、私の腰のことを歌ってくれてくって二人おかしいね。鼻が。鼻つぶせで <laughs> 花粉がね飛んできてます。はい。さあというわけでですね皆さんからいっぱいメールをいただきました。他にもたくさんメールいただいたんですけどもちろん,ん全部読んでます。うん、ありがとうございます。あのね<ぁ>お子さんのこと書いてくれた人もいれば、うん、昔からやりたかった仕事っていうのにここに来て。 転職して頑張ってみるとかはい、はい、あと留学してみたかったんだけどできなかったからもう一回するとかしてみるとかですねうん、うん、あの天気皆さんの天気ありがとうございます、うん、本当にまあねでもあれですよ最近思うわけだ私は私なんかがの先があるっていうね、うん、これはどっかで多分まとめて書きますわ、うん、私なんかがと思ったらよくないの先にねまたね次の扉があったってことが最近分かってきたので、うん、またどっかで書ければと思いつつまあでも 次のメーールテーマは一人飯ですあいいですね一人飯ね何を食べた時に思わず泣いてしまうくらい美味しかったか、うん、私生きてると思ったか、うん、堀井さんの箱そば私のおにぎりのようなですね、うんうん、一人で食べた時に思わず深く染み入ってきた食事教えてくださいそ<う>さあ。というわけでですねあそうだ お知らせもあります。オンラインイベント、プレゼント n t e d by w h 参加受付終了しました。たくさんのご応募、今回もありがとうございました。当選された方には追ってご連絡しますので、よろしくお願いします。といったところで今日この辺までしておきましょう。はい。オーバーザサン s ーでは皆様からのメッセージお待ちしています。送り先は番組メールアドレス over.tbs.co.jp 番組からのお知らせ、LINE スタンプ第2弾、好評発売中、TBS ラジオや、オーバーズさんと検索してください。結構使い勝手が良いし、堀さんと私もこのスタンプだけで会話したりしてますので、でぜひぜひ。えー、新刊、ビストの連載をまとめた、綺麗になりたい気がしてきたも発売されましたので、よろしくお願いします。こちらもぜひチェックしてみてください。 というわけで、はい、それではまた金曜日の夕方5時オーバーザサンでお会いしましょうここまでのお相手は TBS アナウンサー堀井美香とジェンスーでしたオーバー TBS ポッドキャースト